徳川さんのご紹介を長々とするのもあれですし、時間も過ぎておりますので、早速中に入っていきたいかなと思うんですけれども、まあ、その前にですね、まず私なんで今日ここに立っているのかというところから一言だけお話をしておきたいかなと思います。というのはですね、私今回参議院選挙で何もしないつもりでおりました。で、どうせ静岡って2議席改選 で1議席は自民党でもう1議席を野党が争ってるだけなんでしょうという構図なのかなとずっと思ってましてですね、まあいいやと思ったんですが、まあ、なんか最近静岡新聞でこうバーンとちょっとね、官邸が静岡選挙区に中で小入れしてるらしいというような話もあって、これはいかんということですね、思い立ってその2日後にこんなことになっております。はい、すごい勢いで実現してしまいました。で、静岡で立憲って弱いんですよ。はい、でいろいろありました。はい、あまり触れませんが、で、まあ、今は亡くなってしまった希望とかね、あと、もう一つの国民民主党にいろいろ持っていかれたとかですね、いろいろありました。でもですね、立憲民主党一つあります。信念があるんですよね。はい、でだって立憲って入ってるじゃないですかということなんです。ね、で最近ですね、安倍総理はですね、わざと間違えたのかどうか分かりませんけれども、民主党の枝野さんというような言い方をしていて、民主党じゃないというようなことでね、いろいろと批判もされてますけれども、ただの民主党じゃないんです、立憲主義が入っている筋金入りですよ、そういうことですね。で最近安倍総理はですね、他に憲法を議論する党かしない党か、それを選ぶんだみたいなことを言ってますけれども、まあ、それじゃあですね、やっちゃおうじゃないかというのが今日の企画でございます。で、憲法の議論ですね、立憲民主党以上にやってるところありますかって話なんですよ。だって立憲主義自分から言ってるんですよ。してないわけないですよねということなんです。で、立憲民主党、私のツイッターでもですね、ちょっと流しておきましたけれども、憲法についての考え方を実はもうまとめて出してますので、それを見ていただくと、あ、なんかすごい議論してるんだなと。で、自民党の改憲草案なんかもありましたけれども、それに比べてすごく内容深いものになっているということで、ご覧いただけたらなと思います。で、まあ、せっかくね、憲法カフェということでやりますので、いつものやつをやりたいと思いますけれども、はい、憲法カフェやるときにはいつも最初にやるやつです。憲法を守る義務があるのは誰ですか、聞いてみたいと思います。国民だなと思う人、手を挙げてください。はい、大丈夫ですよ。ここで間違えたとしても、何かテストで落ちるとかそういうことありませんからね。大丈夫ですよ。はい、じゃあ、国民じゃなくて国会議員だって思う人、手を挙げてください。手を挙げてない方もいらっしゃるんですけれども、まあ、これもよくある現象です。ありがとうございます。で、まあ、ご存知の方も多いと思いますけれども、憲法尊重擁護義務というのが憲法99条にありまして、でそこではですね、天皇、摂政、国会議員みたいな形でね、こうずっと列挙されてるんですが、国民って入ってないんですね。なので国民に守る義務があるわけじゃないな。で憲法反対解釈すると、国民の側じゃなくて、で権力者の側に憲法を守る義務があるぞというふうに書かれているということなんですが、ちょっとここでですね、徳川さんに話を振ってみたいと思うんですけれども、徳川さん、今憲法に縛られてない立場だと思うんですけれども、縛られに行きたい人っていうことなんでしょうか。そういうことでございます。やや変態的な感じがしてまいります。はい、ね、で、まあ、なんかですね、徳川さんは昔の権力者みたいなね、ことで揶揄されることもあったりするわけなんですけれども、徳川の時代って権力者のやりたい放題だったんでしょうか。全然ないですよ。あ、いいですか。歴代の将軍でも祖母っていうものに縛られてるんですよ。最高権力者なんだけれども、ご先祖様が決めたことはちゃんと守らなくちゃということで最後までやっておりました。これは資料的に実証されていて、実際その通りなんですね。で、それが近中並びに公家諸法度っていうのはまずあって、でこれは関白と将軍の両方の署名があって契約なんですよ。これが日本最初の、世界最初の長続きした成文憲法で、大政奉還までずっと続いているんです。だ
一番最初に幕府を作って何やったかというと、将軍になっただけで侍全員に対する指揮権が発生するので民をいじめてはいけませんという法度を作るんですね。その後で武家諸法度、近中並びに武家諸法度、それから各お寺の本山との契約関係、本山法度で、近者は当時はお寺が管理してたんです。仏教政権でもあった、はい、まあ、法治主義の法っていうのが仏教のダルマなのかっていうことですね、はい、なんか面白いですね。私いつも憲法の話をね、いろいろとさせていただいてるんですけれども、今回初めて武家諸法度って何書いてるのかなって言いました、はい、よく分かりませんでした。でも今お話聞いてみると、そんなに勝手やってたわけじゃないんだなっていうこともちょっと面白いなというふうに思います。だから武家諸法度って、まあ、命令なんですよね。なんですけどやっぱり近中並びに武家諸法度の方が面白いですよ、憲法学的には。はい、勉強になりました、はい。で、ですね、今ですね、ここにいらっしゃる徳川さんって権力者じゃないですよね。もうね、ど新人なわけですよ、はい。で、ちょっと本当に普通に興味があって聞いてみたいんですけども、静岡で生まれ育ったわけではないんですね、はい。で、それがなぜ静岡を選ぼうと思ったんでしょうか。まあ、前にもお話ししてるんですけれども、うちの初代の徳川家康から、2代将軍の秀忠という人は浜松で生まれています。今朝秀忠公産湯の井戸というところに行ってまいりました。で、15代の圭一さんが静岡市内に隠居して、で16代という人が初代の静岡藩知事なんですね。でその16代貴族院議長というお仕事を30年ほどしておりましたけど、そのうち25年間一生懸命支えてくれたのは掛川出身の川井八さんという内務省のお役人です。で私の父が第二次大戦の末期に御殿場に疎開していて、でその縁でしばらく別荘があって、私も御殿場で2年ほど暮らしています。だからあと久能山東照宮というのがあって、これはその16代将軍が、まあ将軍じゃないんですけれども、東京に名前を改めた江戸に移るときに、この非常にまあ愛着が湧いている久能山東照宮が廃れるといけないということで、家宝の半分ぐらいを寄贈していきました。だから久能山東照宮博物館って非常にいいものがあるんですよ。でもそれもうちとの新しいつながりの中でできてきたものなの、そこにあるものなので、何重にも400年間500年間の中で何重にも絡まり合ってるので、私にとっては魂が根を下ろしてる土地なんです。で東京はもちろん好きですけれども、じゃあニューヨークとどっちがいいかって言われると何とも言えず、だから便利な大都会なんですね。静岡の方がふるさと感がずっと強いんです。もう一つは、まあ、浜岡原発なんですよ。でこれ浜岡原発に何かあったら日本の国潰れるんですけれども、何より静岡が壊滅的な悲劇が受け、それすごく辛いんですね。だからそれに対して問題提起だけでもする価値はあると、そう思いました。それでです。ありがとうございます。いや徳川って全国統一したんだから比例で出てもいいじゃないってね、ちょっと思ったりしたので聞いていました。で話戻りますけれども、その権力を縛るのが憲法だよっていうね、そういう立憲主義の話があるわけですけれども、自民党の改憲草案ってこの99条変えるんですよね。で国民にまず憲法を尊重する義務があるというふうに書いて、で天皇世襲をむしろ外すみたいな、そういう自民党改憲草案があったりするんですけれども、これについて徳川さんどういうふうに考えますか。これ明治憲法の復活なんですよ。権力者が神聖であり絶対であり、国民っていうのはそれに奉仕するためにあるっていう、そういう国家観なんですね、この人たちは、ね、はい。まあよく読んでみると結構怖いこと書いてあるぞっていうことなので、参議院選挙前にですね、本当にそこに入れていいかなって言ってちょっと読んでみると面白いのが自民党改憲草案で、まあ今回の、ね、参議院選挙で、改憲勢力が3分の2を取ってしまうと、本当にいよいよ憲法改正になっちゃうかもというところもあるので、憲法改正について聞いていきたいかなと思いますけれども、よくですね、憲法改正しなきゃっていうその主張の論拠として、押し付け憲法論ってあるんですよね。で GHQ が1週間で作ったものを日本に押し付けたみたいな言い方をすることがあるんですけれども、
その辺について徳川さん、何かご意見ありますか。1週間で今の憲法を作ることは不可能です。もともとは戦前の帝国憲法っていうのが今自民党が改憲で復活させようとしているものなんですね。だからこれ憲法じゃなくてほとんど怪文書なんですよ。だって国家元首申請で犯すべからずですからね。憲法によって権力を縛るという発想が基本ゼロなんですが、それを心ある方たちがなんとか運用でごまかして立憲制をやってた。最後で頑張ったのが美濃部達志さんという東大の先生なんですけれども、この方を潰したのが天皇機関説事件、1935年ですね。そこから坂道を転げ落ちるように日本は戦争にのめり込み、国内的にはどん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 全体主義への傾斜を深めていくわけなんですよ。で、戦前の美濃部さんの憲法をベースにして作られたのが今の憲法なんです。ただその時マッカーサーと重原喜重郎は戦前の憲法を何とか残そうとするんですね。マッカーサーはソ連と戦争をするつもりで、そこに日本軍を自分の部隊として投入する気だったんじゃないかと私想像しているんですが、とにかくイギリスとアメリカの一部はすぐもうソ連との対決の時代が近づいているから、日本の軍事力を駒として使うつもりでした。そういう憲法なんです。重原さん、憲法9条を考案したと言われてますが、重原さんが作らせようとしていた憲法っていうのは天皇陛下の権限をほとんど残してるんですね。天皇陛下がちょ憲法変えようかとおっしゃったらもう9条なくなっちゃう、そういう作り方をしておりました。それをね、日本人が潰すんですよ、新聞にリークして。それで別に用意させていた今の憲法の草案を実は英語に訳してたんですね。あらかじめ占領軍に提出していて、で占領軍困ったからそれを政府案として出したんですが、帝国議会で議論してたら戦前、明治憲法派の人たちがひっくり返してくれると思ってるんです。だから帝国議会で憲法の議論をするといよいよ始まりますっていう日の朝にマッカーサーは日本人と皆さんで話し合って決めてくださいと言ってるんですね。でも帝国議会でずっと議論をしてって最後に今の憲法に落ち着いたっていうのは、その時の日本人は国会議員は偉かったと思います。でその時に最後に今の憲法を帝国議会で通したのが私の曽祖父なんですね。で徳川家政は最後の貴族院議長でございます。誠にいい仕事をしたと思っておりまして、でこれ単になんか北から反抗しましたって話ではなくて、帝国議会の貴族院が解散する時の演説でこの憲法で恒久平和の礎が築かれましたと言っておりますので、自分が何をしているのかというのはよく理解しておったと思います。面白いですね。私がお話ししようとしたこともあったんですけど、それ以上のなんかなんていうかね、その私の知らないその政治のこうドロドロしたところというか裏のお話とかいろいろ伺えて面白かったんですけども、私の知っているのはその表に出ているという話にとどまるところで、1週間で GHQ が、それはこう慌ててそのいろんなものを寄せ集めて作ったりとか、その、日本国内でいろいろとその民間草案というのがあったものをこう参考にしながら作ったと。で帝国議会で何ヶ月も議論をして修正もされて、でそれで成立したよということなので、 GHQ がこう7日で作ったものを押し付けてそのまま憲法になりましたというわけじゃないんだよという話を私は用意してたんですが、ずいぶん上の話をこうずいぶん上を行かれたなという感じがします。で、ですね、今度その自民党の改憲草案の話が今出ましたけれども、立憲民主党もですね、憲法改正の考え方っていうものを出してるんですけども、これについてはどういうものか、何か一言。これですね、護憲っていうのが、昔の社会党とかのイメージで、時代遅れに見えてしまうということだと思うんですね。だちょっと私、ふらふらしてると思っているんですけれども、ただね、もう大丈夫だと思うんです。なぜかというと、例えば自衛隊が、ね、あるのに憲法9条そのままなのおかしいじゃないかっていうふうな、よく言われるんです。私も若い頃はそう思っていました。
ただ今の憲法を日本人が作ったっていうことは、戦争でもって日本人が全員死ぬっていうところまで行ってたんですよ。本土決戦を本気でするつもりでしたからね。でこれ結局軍人さんが責任取りたくないからなんですよ。ごめんなさいって間違ってましたって言いたくないから。でこれ何かに似てません？原発ですよ、リニアですよ。なもんで、なんとかそれ戦争を終わらせるんですよ。戦争を終わらせたい人たちが憲法の制定にも深く関わっています。長くなるからここでは、そこまでにしておきますけれども、だからやっぱり日本の国が滅びに向かっていく、日本人が全滅する、本土決戦やってたらば日本人皆殺しまで行かなくても1000万人ぐらいまで減っていて、多分今日本語話してないですね、その人たちの子孫っていうのは。例えば私が徳川って言える昔将軍家でっていうことは全く分かんなくなっちゃう。今私たちが当然だと思っている日本人としての生活が完全に消えていたわけです。ちょっと考えていただくと本当に恐ろしい、ゾッとするようなシチュエーションだと思うんですけれども、なんでそこまで行ったのかって突き詰めて考えていって今の憲法を作りました。ですから一言で言うと、二度と大日本帝国を復活させない、それは憲法の文言だけじゃなくて、それを取り巻くいろんな制度も憲法を守るために作りました。その中で重要なのが、帝国陸海軍を二度と復活させない。だから今の自衛隊って、名称も自衛隊ですけれども、戦力の不保持にしても、戦力の不保持の戦力って何かっていうと、戦前の日本軍のことなんですよ。あれを復活させないという意味で、組織としての性質も中にいる人たちの心持ちも全然違う今の自衛隊っていうのは全く9条の申し子なんですね。だって災害支援部隊ですよ。イラクに派遣されて一発も銃弾撃たないで一人も死なないで平和の伝道師やってんですよ今。だから9条あっての自衛隊だし全く矛盾はない。それともう一つ重要なのは、憲法の核心は9条じゃないんです。9条は手段。一番重要なのは13条の幸福追求権なんです。生存権だったら生きているだけではダメなんですよ。一人一人自分なりの幸せを追求する権利があるっていう、その13条が一番重要なんですね。でこれは今申し上げました、なんで日本人集団自殺に行ったかっていうと、日本戦前の日本では、それまでの日本では個人の幸せって全く無視されていました。国の名誉とか栄光の方が人がいくら死んでも大事なんだ、人がいくら死んでも国の名誉とか国益のためならしょうがないんだ、いいんだ、国のために死ぬのが尊いことなんだ、そんなことばっかり戦前の人たちは考えてたわけなんですよ。でこれ元を正すと武士道なんですね。でも武士道っていうのは民のために死ぬんですよ。その武士道を普通の人にまで全部押し付けちゃったのが大日本帝国の恐ろしいところなんですね。二度とやってはいけない。だから健全なエゴイズム、幸福追求権、自分の幸せが一番大事と初めて日本人が胸を張って言えるようになったのが日本国憲法なんです。これは聞きましたね。だって今ね、会見しようとしている人たちなんて自分がお国のために真っ先に死ぬなんて全く考えてないですよ。人に死ねっていうのは簡単なんですよ。それだって私つらいですけれども、それが平気な人たちです。でも自分の子供を戦場に送るなんて全く考えてないですよね。だから説得力ないんですよ。会見しましょうって言って透けて見えちゃうんですね。それは覚悟がない。今生きてる自分の幸せ一番大切だよねっていう人ばっかりになっちゃう。日本国憲法勝利しました。でもう一つは、自分の幸せが一番大事って別に自分さえ良ければって話じゃないんですよ。だって多分自分の幸せが一番大事で、じゃあ何一番大事かって言ったら自分の家族、恋人、友達、地域、それまとめたものとしての日本っていう国だっていうふうになると思うんですね。幸福追求権を軸にしているからこそ健全な愛国心が芽生える。そういうことを期待して今の憲法を作って70年経って大体正しかった、それより正しかった。だから逆にもう戦前の憲法に戻せないから今焦っちゃってるんですね、改憲派の人たち。なんで神社本庁とか宗教の信教の自由あるからね、神社だってなんとかなってるわけでしょ。でもなんで今の憲法を壊そうと一生懸命なのかっていうと、それは戦前に戻したいっていう、そういう信仰だからなんですね。はい、あ、すいません。
ちょっと長くなりそうなんで時間、はい、で今のお話を伺っているとですね、基本的にその日本国憲法はよくできていて、基本的には変える必要はないだろうなという立場なのかなというふうに思いました。で、立憲民主党 の, その憲法改正についての考え方のところでですね、自衛隊についてどう書かれているかということなんですけども、その自民党さんとかが言っている自衛隊加減論については、今の安保危険だと言われている安保法制の下での自衛隊を書き込むと、まあ後の法律の方が優先するっていう法原則があったりするので、全然変わってしまうのでダメだと、だから反対すると、そういう議論なんですね。なので基本的に多分同じ考え方なんだと思いますけれども、そうするとですね、その憲法の議論してるんですよね。で、自民党さんがこういうの出したいよって言ってるものに対して、いやいやそれおかしいでしょって言ってこうやってる、ただ単にその憲法審査会でやってないというだけなんですけれども、なぜかそれを憲法の議論しないみたいな言い方をおっしゃるのは、ちょっとそれこそね、レッテル貼りなんだろうなという感じがします。安倍さんと枝野さんが憲法について議論したら、これ乳母車とのダンプカーぐらい違いますからね。一瞬で跳ね飛ばされますよ、改憲派の議論は。枝野さんもね、弁護士ですので、どんどん跳ね飛ばしていただきたいなと思います。で、よくですね、憲法改正に賛成ですか反対ですかみたいな、ふわっとした聞かれ方することってあるじゃないですか。私、聞き方って意味がないと思ってるんですね。というのは、憲法と何をどう変えるんですかっていう話が抜けてるのに、ただ単に賛成か反対かを迫られたら、それはこう何とも言えないになってしまう可能性が高いわけですよ。新しいことはいいことだからみたいなので、改憲派が多数になっちゃってるんですよね。それもっといいものになるんだったら良くした方がいいでしょう。で、立民もそこにちょっと流されてるかなというふうに私考えております。でも日本国憲法が実現している今の日本を憲法の理念の延長上で守っていこうという気持ちはすごくありますね。ちょっと流された話を私の方から聞きたいと思うんですけども、例えばですね、その私自民党の改憲草案でですね、本当に唯一1個だけ賛成できるところがあるんですよ。何かというと、国会議員の4分の1で臨時国会開いてくれって請求したら開かなきゃいけないっていうのがあるんですが、今期限がないんですね。で、それを自民党の改憲草案は2週間だったかっていう期限をつけましょうっていうのを提案してるんですよ。それは、ね、ぜひやるべきだと思うんですね。で、ところが安倍総理はですね、臨時国会開いてくれっていう請求が出されてから3ヶ月くらい放置して、で、開催したかと思ったら1分足らずで終わっちゃったっていう、開催したうちに入らないことやっちゃったっていう。で、自分たちの出した改憲草案に反することを安倍さんってやってるんですよね。で、例えばそういう期限を作りましょうという改憲だったら、これは私は考えられるんじゃないかなと思ったりもしますし、あるいはその首相の衆議院解散権を制限しましょう、ちゃんとこういう事情があるときじゃなければ解散できないよみたいな形の憲法改正するとか、そういうのはありなんじゃないかなとかですね。あるいはその今同性婚が認められないとか、そういったところで、じゃあ憲法がもし障害になるんだったら変えましょうか、どうしましょうかとか、そういったことって考えられるんじゃないかと思うんですが、その辺どうですか。議会のですね、運営規則に関する、統治に関わる部分に関して言いますと、これはですね、政治家というのは悪賢いので、どんな文言にしてもひどい、政府の時はひどいと。ただ自浄作用はちゃんと働くと思いますよ。ずっとこのまま底なしに悪くなっていくわけでもないですし、今たまたま円安だからなんとかなってるんですね。で、あとはですね、同性婚に関して言いますと、これ国民の大半が賛成してるわけですよ。そりゃそうです。私の男の人と結婚させられるわけじゃないんです。それ選択的夫婦別姓も私が名字変えさせられるわけじゃないんですよ。どこかで苦しんでいる人がいて、これ変えたら誰かがどこかで幸せになるんだな、じゃあいいじゃんというふうに日本人成熟してるんですね。で、これ結局幸福追求権が一番重要で、結婚は両性の同意にのみ基づいてって書いてあるのは、これは自衛隊と戦線の軍隊が違うっていうのと同じで、
今の憲法を作ったときは、そもそも自分の意思で好きな人と結婚できる人の方が少なかったんじゃないかということなんです。だからこれ、だそこまで頭も回らなかったんですね。両性じゃなくて、これ、両人という意味なんです。これあの、アメリカの憲法学説でいうオリジナルインテント、当初の意図という話で、憲法を作った人たちが何を考えていたか、アメリカで憲法を作った人たちは、建国の父と言われてすごく尊敬されているわけですよね。日本でも本当はそうあるべきなんです。ちなみにこの幸福追求権はアメリカのトマス・ジェファソンという人が2代目の大統領が言っていたもので、でこれでアメリカ憲法っていうのはやっぱりすごく他の国のとは違うな、アメリカっていう国ってやっぱり素晴らしいなというふうに私思うんですね。これ憲法を作った日本側の人たちでいうと、高木朝香さんという東京帝大の法学部の先生で、アメリカ精神史、アメリカ法思想史みたいなのの専門家でしたね。元は大蔵省のお役人なんです。もっと言うとおじいさんは旗本、エドバック系の人なのでございます。はい、はい、いつもなんか想定以上の答えを返してくれますね。ありがとうございます。で今出た同性婚ですとか夫婦別姓のあたりでですね、そういどこかで幸せになる人がいるんだったらやってもいいじゃないみたいなことに対して、いやいや日本の伝統がみたいなことを言う方っているわけですよ。でそれでですね、この人以上に日本の伝統を体現している人って、天皇家以外には多分徳田さんだと思うのでちょっと聞いてみたいんですけど、その夫婦別姓かそれとも同姓なのかというところって、実はその明治以降に初めて出てきた話なんですね。だって名字なかったんですよ。それを明治になって名字作って、で夫婦は一緒なんだっていう話にしたわけなんですが、徳川さんから見てその伝統っていうのはどういうものだと思います？どんどん変わっていくもんだと思いますよ。だって日本の伝統が大事って言ってる、だから夫婦別姓ダメって言ってる人たちの9割は30分以上正座できないと思います。で和式便所がダメでウォシュレットがないと泣くと思いますね。どこが伝統なんでしょうか。はい、だから伝統がどうって言ってその程度なんですよ。はい、なんでしょう、武家らしく一刀両断という感じでした。ありがとうございます。で伝統というですね、ちょっと徳川さんのいろんな立候補されるぞっていうことになってからのものをいろいろ読んでてちょっと面白かったんですけれども、面白いって言っちゃ失礼なんですが、奥様が外国の方なんですよね。で結婚されるときにですね、何か貴族の方からなんか伝統がみたいなこととか何か言われたりしなかったですか？一族はクールなんですね。みんなお互い家のことには干渉しないということで、ただ私の母が多分母が私のお嫁さん決めたかったと思うんですよ。でそれですごいショック受けちゃったという、お恥ずかしい話だと思います。なんとなく日本の伝統を体現される方が伝統を破って、こう今ね好きな人と結婚するぞって言ってこうやってらっしゃるっていう、そんな感じがします。はい、昭和天皇のお子さんで、まだご存命のうちの一人、石松貴子さんという方がおられまして、菅宮さんとおっしゃったんですけれども、結婚するときに恋愛結婚なんですね、建前として。で私の選んだ人を見てくださいとおっしゃったんです。だから実は日本の恋愛結婚、日本人にパッと広めたのは孔子の方なんです。はい、勉強になります。ですね、自衛隊のことについてちょっと踏み込んでいきたいと思いますけれども、自民党の改憲草案、全部変えるって話なんですが、選挙後に出してくるのはおそらく、4項目で自衛隊を憲法に書くぞということと、緊急事態条項、それから教育の充実と合区の解消ということなんですね。で、そのうちの自衛隊を憲法に書こうという話のところなんですが、ちょっとその弁護士的に見ているとですね、どんな条文になっているかということなんですけれども、9条で戦争放棄で軍隊を持たないよということになっているわけですが、9条の2というのを作って、それで
まあ、9条、全校の規定にかかわらず自衛の措置が必要な自衛の措置が取れるぞと、でそのための自衛隊を設けるぞ、そういう書き方をしているんですね。で今までですね、その安保違憲だと言われているその安保法制、以前はどうだったのかというと、専守防衛ということで日本が攻撃された、で他に手段がない、でそういう時に必要最小限度で自衛の措置を取るぞという専守防衛で、ギリギリその自衛隊は合憲だよという形の説明をずっとしてきたんですけれども、まあ、今回ですね、その必要な自衛の措置が取れる自衛隊を作っちゃうぞっていう話になって、実はこれこの前の違憲だと言われている安保法制を超えるものすごいことができちゃうものを作ろうとしているということなんです。だから憲法改正を議論する等かしない等かっていうことじゃなくて、この9条を出して参議院選挙やったら全然結果は違うんじゃないかなという気はしますけれども、まずですね、この9条の自民党の出しているもので、必要性があることは何でもできちゃうっていうようなところと、その原主義との絡みについて徳川さんいかがでしょう。まあ、まさに何でもできちゃうというのを拒否するのが立憲主義ですからね。最初に決めたことを、それ大切なことを決めたから、決めた時のことを思い出しながらずっと守っていきましょう。アメリカではすぐに建国の時こうだったっていう話になるんですね。あるいは南北戦争の時こうだったっていう話になるんですね。それと同じで日本人にとっては敗戦の時がそうなんですよ。なんとか生き残って二度とこんなバカなことをしないようにしなくちゃいけない。やっぱり見てて、明治憲法っていうのは権力者が何でもできちゃう作りだったんですよね。だから憲法じゃないです、それは。もう一つはですね、まあ、憲法を改正したらば中国もロシアもアメリカも本気で日本を仮想敵国として扱うようになりますよ。今憲法を変えようって言ってる方たちは戦争の現実をご理解してない、それだけです。まあ、徳川さんの話を伺っているとですね、割と平和についての思いが強いなという感じがするんですけれども、それはどういったところからそういう思いが来ていらっしゃるんでしょう。私の妻はベトナム人でしてね、初めて知り合った時のベトナムってのはまだ戦争の傷跡かなり濃厚でした。でものすごく貧しいんですよ。それはアメリカの経済制裁っていう問題もあったんですけれども、で実際に枯葉剤の影響で障害を持って生まれた方たちなんかも見ておりますし、すごく戦争身近なんですね。もう一つ、アメリカで暮らしてた時間も長くて、これもまた最初にアメリカに行った時が湾岸戦争なんです。だから実感できます。で普通に話で軍人さんが大学に学位取りに来てるんですよ。そういう人たちと話していいやつばっかなんですよね。あでもからベトナムでね、海兵隊の人たちと飲んだことあって、いいやつだなとすごく荒っぽいんですね。なぜ荒っぽいかっていうと、戦争になったら真っ先に海兵隊の人間が投入されるから死ぬ危険性がすごく高いんですね。だからいつもエキサイトしてる、いいやつらなんです。だからああいいやつからどんどん死んでいくんだなとか、一生癒されないような傷を負っちゃうんだなっていうのをずっと見ておりました。それともう一つは、一方で敵を破壊するために全く手段を選ばないで考える、選ばず考える軍人というものですね。これも戦後の日本人ってのは本物の軍人見たことないんですよ。だから自衛官っていうのは災害救助隊ですもん。日本が中国や韓国や北朝鮮とどうせその辺なんですね、戦争しようって考えてるときに、向こうはこっちの10倍も20倍も優秀な人たちがどうやったら日本人の戦う意思を破壊することができるかと考えるんです。絶対勝てません。日本という国は今度こそなくなります。で今のお話を伺っていてちょっと思ったんですけれども、安保法制を通したときに、通した側としてはね、日本に密接に関連する国が、攻撃をされて、重大な事態になっちゃったら、日本も一緒に、日本は攻撃されてないけど行っちゃおうと、でそれが日本の安全のためだというふうに、主張をしてね、やったわけではありますけれども、でそれが違憲だとかね、いろいろ言ってたりとか、平和が大事だっていうふうにこう言ってるとですね、じゃあどうやって日本を守るんですかみたいなことを言われたりすることってあるんですね。で
その点はどうお考えでしょう。今どこの国もですね、戦争なんかしたくないんですよ。ロシアのウクライナ侵攻どうだという反論はあるんですが、ウクライナが敵に回ったらロシアという国は潰れちゃうんですね。死活問題なんです。にもかかわらずウクライナが相当ロシアを挑発していたというのが実態だと思いますよ。最後はちゃんとした話し合いで落ち着いてほしいんですけれども、ロシアがソ連が崩壊した後のロシア人の経験というのを考えると、攻撃的に振る舞うのはしょうがないとは思わないですけれども、理解はできるんですね。で、過労してウクライナとか、いや、ロシア人の考え方ってもう一回来たらばロシアってなくなっちゃうって感覚なんですよ。だからわざわざトラブルを起こさないんですね。中国もそうで、あと10年したらアメリカより大きくなるんですよ。なんで今戦争するんですか。でアメリカより大きくなったら誰も逆らわないんです。戦争しなくていいんです。韓国、北朝鮮に至っては向こうから攻撃してきたら一瞬でやられちゃうんですね。だからやっぱりやらない。勝ち負けを最初に考える。日本が恐ろしいのは真珠湾の時もそうなんですけれども、結果考えないでやっちゃう。周りも日本のことをそういう国だと思って見ております。一番それを思ってるのはアメリカですね。話し合いでなんとか、外交努力をしてねやっていきたいなというところなのかなというふうに受け止めましたけれども、ちょっと最近の、ね、安倍総理の外交を見てると何やっても失敗してる感じがするので、なんか今お話を伺ったとですね、その外交感覚も結構ありそうだなという感じで、ぜひ頑張っていただきたいと思いますけれども、なんか20分くらいにまとめてほしいという話なんです。20分でね、もう終わり、はい、ということなので、なんか個人的にはもう少しいろいろお話を伺ったらですね、その憲法というその 法律学的な話だけじゃないところのお話をいろいろ伺えて面白いかなと思ったんですが、また機会を改めて伺ってみたいかなというふうに思いましたし、こうやって話を聞いてみるとですね、憲法のこと議論しないとどころじゃなくてですね、ものすごく考えてるなということも分かりますし、あとその何て言うんでしょうかね、信念に基づいて憲法論をできるということってとても大事なのかなということを思いましたので、ぜひ、こういったものもね、参考にしていただきながら、今度の、来週のね参議院選挙、ぜひ投票所に足を運んでいただけたらなというふうに思います。今日はどうもお時間ありがとうございました。今回なんだかんだ言って憲法改正をめぐる国民投票に近い選挙になっておりまして、投票しないでですね、投票されたら皆さん必ず反自民だと思うんですけれども、また墓をくくって投票しなくて後でそんなはずじゃなかったって必ずなりますから、どうぞ投票にいらしてください。自民にだけは投票しないで、てか改憲派の人には投票しないでください。本当に心からのお願いでございます。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。